夢ラジオ第3481回、今日は令和4年1月19日水曜日です。時刻は午後6時、横浜港北、夜となりました。今日は午後緑道走りに行きましたね。その時は空曇ってたんですけど、今夜空になって星が出ていますよ。あ、西へ向かう飛行機、あれは旅客機ですね、も見えます。光が見えますね。7時からはオンラインのお仕事またあるんですけど、それまでの時間を使っての夢ラジオ、今回は和光を取り上げます。室町の頃海賊やってたっていう和光、これは小中高の教科書にも出てきて、でこの和光を特別するために勘合貿易をやったとか、そんなお話が教科書には載ってますね。あの和光っていうのは一体元寇の時に、なんていうか攻め込まれた高麗に対する復讐だったんでしょうか。和光っていうのが1350年頃に前期和光で、それから70年ほど、1420年の頃には一旦収まったと言われますね。そうするともう元寇の頃からもう80年90年下手したら100年ほど経っていて、その100年前の恨みで海賊やるかっていうのはちょっと疑問ですね。でこの1350年頃から1420年頃というのは、まさに南北朝の時代、日本でね、日本における南北朝の時代で、これを統一するのが義満で1392年、そしてあのそこら辺から細川慶長家の、あの全盛期となっていきますねの頃ですよ。でこの前期和光っていうのは文字通り和人、日本人が、まあ、海賊をやって、主に朝鮮半島が舞台だった。高麗っていう国がもう弱っていて、その弱みにつけ込んで海賊やれば利益が上がったっていう、その動機ではないで、その動機じゃないでしょうか。数十年あるいは100年ほど前の元寇の恨みでっていうのはやはり考えにくい。で、あの高麗の側からの取り締まってくれという要請、まあ、これもあってこの前期和光っていうのは日本側の取り締まりによりある程度廃れていき、しかもちゃんとしたルートで細川とか大内とかこういったあの有力者が貿易を始めたので、和光は前期和光廃れていきました。でちなみにこの細川と大内っていうのはこの貿易における権利をめぐってずっと対立していて、でこの対立関係があの15世紀後半の1467年から始まる応仁の乱の一つの原因ではありましたね。細川が東軍、大内が西軍でした。やがてあの16世紀、つまり前期和光が一旦収まってから100年ほど経った1520年ぐらいから再び後期和光で、この後期和光っていうのはもう日本人はあまり関わってなかったようです。そして日本人はいたとしても1割か2割で、残りは中国人、
そしてちょうどこの頃大航海時代でポルトガル人来てましたから、このポルトガル人も混ざってたようです。だからかなりインターナショナルで、この高級和光というのは東南アジアにまでもその行動範囲が及ぶという、すごいやつらだったんですね。ただし和人がもう1割いくかいかないかの比率なら和光っていうのをやめてほしいんですけど、もうこの時海賊のことが一般的に和光というふうに言われていたので、なんか和という字がそのまま残っちゃったんですね。明という国、これ室町時代と重なりますよね。で、光武帝の頃、これ一番最初の光武帝の頃、海禁令というのを出して、要するに海出ちゃいかんと。そして貿易なんかやっちゃダメだという、そういうお触れ出したんですけど、こういう海の民を苦しめる、そういう規則を出せば、それに対して反乱するものも出てくる。だから倭寇というのはこの海禁令に対する反乱でもあったわけです。もちろん光武帝の後永楽帝という明君が出て、明の時代ですよ。でこの永楽帝の頃、帝和という人を大遠征させた、そういう開明的な作業もあったはあったんですけど、やはり海禁令っていうのは明の時代ずっと継続はしたんですね。ですからやっぱり後期はこうということで、海禁令に反対するような者たちが出てきた。この倭寇、これは前期というよりむしろ後期ですね、に明の皇帝たちはほとほと困ったようですね。高校世界史でも北領南和っていう言葉習うと思います。北からオイラートやタタールがやってくる、これモンゴル人ですね。で南では倭寇が海荒らしてるという。後期倭寇、これは海賊とはいうものの非常に組織だった貿易、密貿易をやっていたんですね。海禁令があって貿易が禁止されてるから、それでも貿易やろうと思えば密貿易と。その密貿易っていうのは非常に利益が上がりますから、当然官憲の目をかいくぐってでもやりたい、そういうものでもありますね。薩摩や琉球やそういった有力者、そういった場所の有力者たちも関わっていたことでしょう。秀吉の頃、つまり16世紀も終わり頃になれば、さすがに倭寇も廃れ、そして倭寇の代わりに今度は秀吉が朝鮮出兵していくことになります。この頃には中央集権が日本でもある程度機能し、中央政府の意向で倭寇を取り締まれた。けれどそれ以前の室町期においてはなかなかこの倭寇を取り締まるのが難しくて、一旦は取り締まっても再び出てくるというこういうことが繰り返されました。お話の途中でも出てきました鉄砲の伝来とか、あるいは東アジアでの貿易、こういうことを考えるとき、実は密貿易で何あれ何であれ、倭寇というのは考えないわけにはいきませんね。海賊といえばあまり良い呼び名ではないにしても、そこには
やむにやまれぬ海の民の必要性、そしてやはり男のロマンもあったんではないでしょうか。無法者の集まりのようでいて、システム化された貿易をやろうと思えば、きちっとした統制、これが必要。案外和光、これは前期であれ後期であれ、トップを中心とするきっちりとしたヒエラルキー作ってたんだろうと私は考えています。夢ラジオ3481回、今回は室町の頃の海賊和光についてお話ししました。ありがとうございました。